私バードウォッチングに飛んでる鳥がいましたら、あの首がこう動くんです。今日の歌はその、あの鳥のようにという曲です。5月の歌です。 次の曲はあの2曲目の歌はローバの話。ローバではありません。ローウーバ。私じゃないですよ。<笑>で、あの今回はあのちょっとカイ先生のですね、デュエットバージョンお届けします。 世界、陽気を秘めて変わる花に似て、
光る闇夜の稲妻に似て
と私両手に受け止める。悲しみは尽きることを知らず深く胸に沈み繰り返し名前ありがとうございました。岡本先生でした。